はいどうも、アキです。白猫プロジェクトやっていきます。今回の動画ではですね、こちら、はい、4人討伐クエストの一番上のね、星7の一番上がなぜかクリアできていなかったので、こちら挑戦したいと思います。こちら多分ツイキャスでやってる時に、みんなに協力をお願いして、どんどん進めていってたんですけど、その時にクリアできなかった記憶があるんですよね。はい、まあまあ難しいのかな？なんかちょっとよくわかんないんですけど、サクッと。やっていきましょう。はい。いやでもあの時もね、ほぼランク100以上の方が結構協力してくださってたんですけど、わあ、なんだこれ、でかい、見にくい。なんでいつもの設定とは違ってこう一番近い距離で見るようになってたんだ。こちらやっていきましょう。ちょっと待って、アクションスキルまだ使ってなかった。ほら、いけー、頼むよ、倒してよ。よいし、あら、なんかガドランね。いけ、扉が開く音がした。どこの扉だい？ここか。行け。よーし、オッケー。行くでー。NEXT。ここ結構ね、食らうとダメージでかいんですよね。この障害物。ちょっと待って。あー、くそ。アクションスキルの発動が遅かった。よし、ちょっと待って、結構食らってるからなんか嫌なんだけど、こんなに食らいたくない。もっと上手くなりたい。白猫が、白猫上手くなりたい場合はやっぱ人の動画とか見るのが、上手い人の動画とか見るのがいいのかな。基本真央ちゃんしか見ないからな。真央ちゃん大好きだから。ちょ待って、あー、ミスったかも。うい、宝箱開けとくねー。どこ行けばいいんだ。あそこに行きたいんだけど、どうやって行けばいいんだ。扉が開く音がした。あ、なるほどね。そっからぶち込ませていただいて、どっち行けばいいの。あー、そっちでいいの。おっと、もう先行ってくれちゃった。お、全然勝てるじゃん。あ、マグマ神、こいつマグマ人って言うんだ。結構強そうで怖い。いけー、アクションスキルにぶっ放すぜー。で、スキル回収と。いやー、メアちゃんもね、なかなか使い込んできたぜ、ベイビー。で、あっちどうやって行くんだ？これか。うわ、乗り込むぞ。行け！行け、マグマ人よ。ったんじゃない？あ、まだか。まだ終わってないのか。あ、終わったのか。よっしゃー。案外簡単でしたね。なぜあの時勝てなかったのかっていうね。はい、ところで4人協力も進めていますというお話でございました。で、今回この動画撮ったのは結構理由がありまして、4人協力はまあ結構いけるかなというか、いいんですけど、2人協力の方がですね、武器ルーンが落ちるじゃないですか。で、武器ルーン結構集めたいなと思いまして、ぜひともね、協力ってか動画撮る時とかもぜひ協力でね、ツイッターの方で募集させていただいたのでね、動画撮らせていただければと思うので、もしよろしければね、概要欄の方にいつも僕のツイッターのリンクを貼っておきますので、そちらから僕のツイッターの本垢ですね、ツイッターの本垢フォローしていただいて、さらにね、そのプロフィール欄に白猫用のアカウントはこちらって貼ってあるので、そちらの白猫アカウントの方をね、フォローしていただいたら、協力募集は白猫の方のアカウントで行うので、ぜひともね、両方ともフォローしていただきたいんですけど、ぜひとも白猫の方のアカウントのね、フォローもよろしくお願いいたしますと、そしてぜひともね、動画に協力してくださいっていうね、告知の動画でございました。ということでね、白猫プロジェクト、明日なんか、公式ツイッターがドラゴンライダー出ますよみたいなこと言ってたんだけど、明日ガチャできるといいなと思ってます。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。この後は概要欄にありますいろいろな再生リストから他の動画をお楽しみください。それではまた別の動画でお会いしましょう。アディオス。